登場。皆さん元気ですか？フレンチシェフマスターのおうち料理。今日からですね、新シリーズ、いろいろね、料理の勉強してるとですね、フランスの料理のですね、勉強してるとたまらにですね、フランス人が作るアジアンチック料理というのがあるんですね。フランス語でアラアジアンティックですね。今日はですね、その中の第1回として、鶏の手羽元を使ってですね、フランス人が作るアジアンティックな料理をご紹介していきたいと思います。ぜひご覧いただけたらと思います。はい、ということで今日のお花も外からお届けします。はい、今日も梅雨の晴れ間でいい天気です。今日のお花はこちら、ね、綺麗に咲いてます。ね、それはアップルセージですね。今日のお花はアップルセージでした。はい、ではですね、今日の鶏を手羽元ですね、表面を塗ってしまい、一回洗ってしっかり水をこう切っておきましょうね。で、ここにボウルに入れます。ちょっとちっちゃいかな、ボウルがね、ちょっと混ぜる合わせるぐらいがいいんですけど、ちょっと小さくてもこれでいってみますか。あと置いといて、はい、フランス人が作るアジアンチックなお料理ということですね。いろいろ勉強してるとですね、フランスの方が作ってるです、アジアンチックって言ってますね。これを、一応ニンニクがですね、だいたい 10g くらいのやつ、7-8g、7g のやつが2個くらいですから、まあ 14g から、まあ、20g くらいもですね、まずニンニクですね。そして生姜ですね、これ小さじ1ですから、これ1しか足りないんで、もう 1ぐらい加えていきます。生姜ですね、生姜まで吸いました。生姜まで吸ったら、ここで一応混ぜておきますね。よくすり込んでおきます。はいはい、よくね、ニンニクと生姜をですね、吸ったのをよく揉み込んだら、これで、ね、フランス的にですね、白ワインを使うらしいですね。白ワインを1、2、大さじ、2ですから、これをね、まあ、ちょっと倍入れますね。大さじ4入れますからね。はい、大さじ4入れたら、もう一度吸い込んでいきます。次に醤油入れますね。醤油、フランスでもね、最近は醤油はありますからね。まあ、好きな人、お好きな方っていうか、アジアにね、旅行した方とかね、そういう方がこういう料理を作ると思うんですけど、それに蜂蜜がですね、1.3 入れますね。1、2、ちょっとね、残ってるんで大体でやってますけどね。で、3杯入れますね。はいはい、蜂蜜もね、大さじ3入れました。またね、細かい数字ちゃんと概要欄に貼っておきますので、ぜひね、ご覧ください。で、よく混ぜ込んでいきます。で、これもよく混ぜ込んで、よくね、揉み込むような感じでやっておきますね。ね、そしたら最後は唐辛子を2本入れときます。はい、唐辛子も入ってますからね、唐辛子の香りもですね、これ大きいまま入れときます。そしたらビニールの袋に入れます。これでね、半日というかね、僕は朝これ夕方作ろうと思うんで、今朝作ってるんですけどね、汁を入れてでね、よく飲み込んでおきます。二重にしてね、しておきます。で、なるべくこれ真空状態にしておくと使いやすいですね。真空った空気を出して、空気を出してこれグッとね、これ絞っておくといいですね。そして真空状態に近いほど使いが早いですね。こうしておきます。そして冷蔵庫の中に入れてしまっておきます。まあね、次の日作るときは別に前の晩作っておいてもいいですけどね。これは僕は夕方作ろうと思います。はい、今日はですね、朝早くね、7時ぐらいにもうマリネしておきました。トレデモンドがですね、大体1キロぐらいありますのでね、鍋今日使います。トロ使いますね。ピーナッツ油ですね、ピーナッツ油5スタジーに入れますね。入れます。そして温めていきます。
はい、はい、温まってきたらですね、鶏肉を入れていきます。全部入れます。一度はアップしていきますね。これをまずアップしていきます。これは、ね、炒めていきますね。ピーナッツの油とよく合いますね。そして炒めていきます。今強火にしてあります。はい、少しね、生臭さっていうかね、消えるまでこうして、少しね、表面の皮がちょっと白っぽくなるまでね、炒めていきますね。あまり生だといけないんですけどね、生っていうか、表面がね、ちょっと白っぽくなるまで全体がね、した方がいいですね。そうすると、鶏の皮の生臭さっていうのはね、ある程度消えてきますから、ね、ここなんかはまだね、少しね、白っぽいですね。白っぽいというか生っぽい感じだね、表面がね。表面に少し火が入った感じにしていきます。皮の方ですね。そしたらそこに先ほどの残ったの汁をですね、全部入れます。はい、これに蓋をしてですね、時々混ぜながら10分ほど煮ていきます。今のところはちょっと強火ですね。はいはい、これでね2分ぐらい経ちましたね。じゃあこれをそして、ね、混ぜてください。これはね、あのフランス人 の, あのシェフが作ってるやつじゃないんでね、あの普通の奥さんが作ってるレシピですからね、そんなに難しくない、簡単にシェフするようにしてあります。はい、あとまだね7分ほどこれで煮ていきます。長くなるまで煮ます。でこれでですね、今9分近く煮てまいりましたね。でこれで仕上げていきますからね、最後にこれピーナッツ油香り付けにですね、最後入れます。そしたら蓋を開けてですね、これでソースをですね煮詰めて絡めていきます。簡単ですね、この調理方法だとね、簡単ですね。はい、出来上がりです。今日も簡単でしたね。ね、フランスの奥さんね、作ってるアジアが好きな奥さんですけどね、アジア料理とかね、作ってるのをちょっとね、作ってみました。ということで今日は新シリーズのフランス人が作るアジアンティックなお料理の第1回目は、鶏手羽元のアジアンチックですね。はいはい、ではね、いただきますね。いただきます。今日はね、ちょっと外が雨降ってるんですでね、ちょっと狭いところで試食してますが、あ、美味しそうですね。香りがすごいですね。ピーナッツ油とね、あれのまあね、今日はあのフランス人が作ってるやつなんで、ちょっとナイフを使、フォークナイフを使ってますけども、いただきますわ。これいい香りだ、美味しい。うん、ご飯とね、うん、あまり醤油っぽくないしですね、いいですね。こういう時はちょっと今日はあのフィンガーボールを用意しましたからね、あのフランス人も結構ね、あのナフキンとかって拭きながら結構ね、取りながらね、こうやって食べますからね。うん、これ簡単で美味しい。これ美味しいですね。で、先週ね作ったラディッシュのね、これ口直しにザラッと、うん、いいね、しっかり合います。これね、こちらのナイフはね、ちょっとバターで炒めてみました。これはあのレーズンに行ってみましたね、レーズン。うん、アジアクチックの量に合いますね。はい、ではね、ご視聴に見えたらぜひチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。新シリーズね、これ時々やりますのでぜひね、ご覧ください。今日もちょっとストーブ鍋を使ったやつ作りましたからね。
はい、ではね、また次お待ちください。バイバイ。